日本四国地方徳島県徳島市新町地区。新町地区は徳島県徳島市中心街南西部に位置する行政上の地区である。徳島駅から南西、新町川から眉山北東部までを占める。北東は新町川を挟んで内町地区と北西は佐古川を挟んで佐古地区と南東は県道136号付近で西戸田地区、東戸田地区と 南西はザ山山中で八幡地区と接している。徳島駅前から新町橋を経て、ザ山ロープウェイ乗り場まで北東南西に伸びる新町橋通りがメインストリートで、道沿いは新町橋となっている。それに直行する北西南東の道路が江戸時代の町屋から続く街路で、北東から順にがそれぞれ通り沿いに伸びている。 新町地区の南園には同様の構造の、やや小さな町並みがあり、徳島駅前から両国橋を経て伸びる、両国橋通り沿いに、両国橋が、それから西に交わる街路沿いに、銀座、戸田町、高屋町がある。基本的に、小規模な商店からなる商店街地区だが、美山山六の山手町、寺町には、寺社が並ぶ。江戸時代に集められた寺社だが、現在の建物のほぼ、 すべては、戦災で消失し、戦後に再建されたものである。微山自体は、微山町に属する。八塚家政氏聖下で町屋としての整備が始まった。商人のほか職人も多く住み、現在の大工町、高野町、鹿屋町のような地名にその名残がある。徳島駅が開設すると、駅前から伸びる新町橋通りが、メインストリートとなり、商店地区として発展した。 しかし、1983年の徳島祖号をはじめとして、徳島駅前に大規模商業施設が次々と開店したこと、1998年の明石海峡大橋開通により、神戸、大阪への買い物が増えたことにより、新町地区への人の流れが減り、衰退するようになった。新町地区は JR 徳島駅のある内町地区とともに、 徳島市の中心市街地を構成している。半世時代から商業地区としての歴史を持ち、県家最大の百貨店である丸新百貨店が立地するなど、長らく徳島県家最大の繁華街として繁栄した。しかし、1983年に徳島祖合をキーテナントとした徳島駅前再開発ビルアミコビルの開業後で、人の流れが変わり、 内町地区の方が賑わうようになった。新町地区でも再開発による活性化が計画されたものの、バブル崩壊後の不況で頓挫し、その後マルシンの閉店、映画館の閉館など、大型施設がの閉鎖が相次ぎ、さらに1998年に赤市海峡大橋後、関西に消費の流出、公外店の増加などの原因が重なって大きく衰退するに至っている。 日清町商店街阿波踊り会館とビザン山録。ありがとうございます。